はい、こんばんは。今日は2018年度の第1回前頭記述模試の切羽引かれたこの、これ理系のやつですけど、まあ文系、これも文系と重なってるので、まあ、文系と理系の問題です。一応この3型、理系型のやつでやってみます。1番、シグマの K が1から N の K×K たす1分の1が100分の99の時の N を求めようと。2番、2の x 乗引く7たす 3×2 の2引く x 乗イコール0を解けた。3、xy 平面上の点3、2を中心として、直線 x プラス 2y たす3イコール0に接する円の方程式を求めようと。4、方程式 xy 引く x 引く 3y イコール0を満たす整数の組 xy を全て求めようと。5番、曲線 y イコール x3 乗引く x の x が0以上の部分と x 軸で囲まれた図形の面積を求める。これは全くの、微分する必要は全くないです。単なる面積の積分の問題です。で、四角2番。直方体 OABCDEFG は OF イコール1。これですね。これが1。で、各 FOB と各 AOB で条件が集める。これが θ、これが θ ってことです。これの条件。で、1番、OB、OA、AB の長さを θ を用いて表せと。2番、長方形 OABC、これですね。の周の長さを L とするときに、L を sin2θ、cos2θ を用いて表せと。もう一個の問題。θ が0から2分の π の範囲を変化するときの L の最大値を求めようと。意外と簡単なんですけども、じゃあ、今の四角2番ですね。まずいきます。1番の、1から。って書くのを忘れてしまった。分母の部分が部分分数分解でこうなりますので、じゃあ、シグマの K が1から N のこの問題はこう書き換えられると。つまり分配するとこうですね。で、ここでいきますよ。まあ、分配しなくても、これ、今までよかったんやけども、K に1、K に2、で、K が N。じゃあ、こうですね。で、今度、K に1、K が2、で、K が N まで。で、こうですね。じゃあ、ここから、これを引いたら0なので、結局、これ引く、これしか残らないと。ですね。で、これを100分の99、これを解けばいいだけと。あとは N に整数入れてください。じゃあ、99入れたら、100分の100引く100分の1になるので、回答は99と。ですね、はい、続いて2番。これはね、ややこしかったと思うんですけど、でもこれ基本的な問題ですよ。2の x 乗引く7足す 3×2 の2の2引く x 乗と。で、ここで、2の x 乗を t と置きましょう。そしたら t が正ですね。つまり0じゃないと。で、この正って後でちょっと絡んできます。じゃあ、ここの部分は、t 分の4に書き換わるので、じゃあ、この式は結局こう書き換わると。で、各辺に t 倍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 してください。t は0じゃないので、t 倍しても大丈夫です。じゃあ、t 倍してください。じゃあ、こうなります。ですかね。じゃあ、因数分解して、で、t が正だから、t が3、4と。で、こっからですよ。t が今2の x 乗だったですよね。ということは、t が3、4ってことは、2の x 乗が3、4と。じゃあ、順番に。2の x 乗が3の時は、両辺にログ 2t つけてください。ログ 2t の2の x 乗イコール、ログ 2t の3と。これは左辺 x になるから、x イコールログ 2t、3と。で、もう一個の方は、ログ2t の2の x 乗イコールログ 2.4 ですね。つまり、2の x 乗がもう一個4っていう回答だから、両辺にログ 2t、ログ 2t くっつけるとこうですね。じゃあ、これ左辺は x だから、x イコール、これ2の2乗だから2と。ですね。で、3番。これは、3に、これ、y、n の中心だから、中心とこれの距離が半径ですよね。接するんだから。じゃあ、点と直線の距離の公式使ってください。1の2乗と2の2乗。で、絶対値の 1×3 足す 2×2 足す3と。で、これで、2ルート5になります。よってこれが半径なので、じゃあ回答は、x-3 の2乗足す y-2 の2乗イコール20と。で、回答を作ってください。で、4番。これは因数分解ですね。ここを因数分解して、今度強引に y-1 を作るがために、これ3があるから、マイナス3y プラス3を発生するから、右辺に3を足しておきましょう。そしたら、こう因数分解、完成できます。で、これもこれも整数だから、
x-3 と y-1 の組み合わせは3、1、1、3、-3、-1、-1、-3。あとは計算してください。これイコールこれ、これイコールこれっていうふうにですね。じゃあ回答は442-26200となります。いいかな？ちょっと駆け足でやってるけど。で、5番。これは普通にこれで因数分解してグラフを書きます。こうですね。じゃあ、あとは、ここの部分だけの面積だから、インテグラル0から1の上、y-0 から y- ここの部分を引いてください。あとは積分して回答は4分の1が出ます。いいですね。今度、問題は四角2番ですね。問題は次、四角2番。四角2番。四角2番は、まず OB が、OB っていうのはこれですね。OB は、1かけるコサインシータ。つまり、コサインシータってこれ分のこれですね。あ、ごめんなさい。これ分のこれですね。コサインシータっていうのはこれ分のこれ。に1かければ、これが出ますね。じゃあ OB は1かけコサインシータでコサインシータと。で、今度 OA は、今ここの値出てますので、同じ OB かけコサインシータしてください。じゃあこれコサインシータだから、コサイン2乗シータと。で、今度 AB はこうですね。AB。で、今 OB 出てますので、OB かけサインシータ。つまり、サインシータってこれ分のこれだから、それに OB かけてください。そしたら、サインシータ、コサインシータと。じゃあ、L は結局、L っていうのは、ここの周の長さだから、OA の2倍と、AB の2倍ですね。OA の2倍、AB の2倍と。ですね。で、OA の回答が出てる、AB の回答が出てるから、あとここだけいじればいいですね。コサイン2乗シータイコール2分の、これ半角公式ですよ。2分の1たすコサイン2シータと。で、それでコサインとサインだけなってますね。じゃあ、2の1は回答これと。サイン2シータ、たすコサイン2シータ、たす1と。で、次の2番は合成してください。まず、ここの部分がこう合成できますよね。合成はいいかな。じゃあ、L がこう書き換わったと。あとは、この角度が4分の π から4分の 5π。4分の π から4分の 5π。最大値が欲しいので、イコール、この角度イコール2分の π で計算しましょう。そしたら、θ イコール8分の π。なので、じゃあ、θ8 分の π の時に1だから、これ最大値1ですね。1だから、最大値だけ欲しいので、θ イコール8分の π の時に答え、ルート2たす1と。いいかな？ちょっと書き足だったけど、いいかな？はい。いいかな？はい。じゃあ、以上です。